テネシー州ナッシュビルで A-31 の生産に従事するロージー・ロージー・ザ・リベッター、あるいはリベットうちのロージーはアメリカ合衆国の文化的なアイコンで第二次世界大戦期に工場や造船所で働く女性全般を表すものである。事実、戦争中のアメリカではこうした女性たちが弾薬や軍事物資の生産を行っていた。 それまでの男性労働者たちが戦争で出兵している間、こうした女性たちが、それまでは女性が行うものとは思われていなかったような仕事も、含めて産業になっていた。このロージーのモチーフは、その後、フェミニズムと女性の経済的自立と結びつき、そのシンボルとしても認知される。なお、第二次大戦中には、類似した女性労働者のイメージが、 イギリスやオーストラリアでも見られる。これらの女性労働者のイメージは、女性が自発的に軍事物資等の生産に従事するよう促すために、政府によるポスターなどの当時の様々なメディアを介して広まっていった。ロージーザリベッターという名前あるいはそうしたイメージは、第二次大戦中に歌やハリウッド映画のモチーフとしても取り上げられた。本校では主に、 アイコンやイメージとしての側面を扱う。歴史的背景などは We Can Do It のページを参照。ロージー・ザ・リベッターという名前が最初に使われたのは1942年のレッド・エヴァンスとジョン・ジェイコブ・ローブによる楽曲であるとされる。この楽曲は当時人気のあったケイ・カイザー率いるビッグバンドなど複数のアーティストによって録音され全国的なヒット曲となった。 この楽曲で歌われるロージーという女性は疲れ知らずの組み立て作業のライン工でその働きによってプロダクション E いを会社にもたらすというものであるこのロージーザリベッターという呼び名はもともとカリフォルニア州サンディエゴのコンベア社の工場で働いていたロージーボナビタという女性のあだ名であったという一方ロージーのモチーフはカナダの女性労働者のポスターに登場した ベロニカ・フォスターという実在の女性との類似も指摘される。このポスターは1941年に制作された。第二次世界大戦中に作られたプロパガンダポスターに見える女性兵舘労働者はしばしば赤字に白の水玉模様のスカーフを頭に被っているが、これは実際には水玉ではなく米国兵端部のロコである爆発する大砲の玉がデザインされている。 1943年5月29日のサタデイブニングポスト戦没将兵追悼記念碑版の表紙として掲載されたノーマン・ロックウェルによるロージー・ザ・リベッターはすぐさまよく知られたものになった。ロックウェル版のロージーは着髪の女性で正常期を背景にリベット打ちの機械を膝に乗せながら左手にハムサンドイッチを持って悠然と昼食の休憩をとっている。そして ペニーローファーを履いた足でアドルフ・ヒトラーの我が闘争を踏みつけている。抱えられたランチボックスにはロージーと書かれており、この描かれた人物が1942年の楽曲ロージー・ザ・リーベッターのロージーであることを示している。ロックウェルはこの絵を描くにあたり、ロージーのポーズをシスティーナ礼拝堂のミケランジェロ・ブオーナ・ローティによる預言者イザヤを参照して描いている。 このロージーが身につけたブルーのオーバーオールには複数のバッジ、勲章で飾られている。優れた軍事物資生産企業に贈られるアーミーネビー、e サービスプロダクションアワード、アメリカ合衆国陸軍賞が市民に贈るデパートメント・オブ・ザ・アーミー・シビリアン、アワーズのブロンズの勲章が2つ、そしてこのロージー自身の個人的なアイデンティティを示す、バッジといった内訳である。 この絵のモデルは本物のリベッターではなくバーモント州のロックウェルの近所で電話のオペレーターとして働いていた19歳のマリー・ドイルであるロックウェルの絵ではモデルであるマリーよりも随分と体格の良い女性に描かれており後日彼は電話で謝罪したという後のインタビューでモデルになったマリーが答えところによるとマリーは実際にサンドウィッチとリベット打ち機を持って モデルをした。白いハンカチも実際にポケットに入れていた。しかし、その時にはヒトラーの我が闘争はなかったという。当時この絵の知名度はとても高く、アメリカ合衆国財務省による戦時中の軍事交際の募集運動のためにも貸し出された。しかし、第二次世界大戦が終わると、ロックウェルの老人は次第に露出を減らすようになった。 ロックウェルの財団が作品の著作権に関して厳格な態度を取ったのがその要因である。2002年にはこの絵のオリジナルがサザビーズでオークションにかけられ500万ドルの値で落札された。2009年アーカンソー州のベントンビルにあるクリスタルブリッジズ・ミュージアム・オブ・アメリカン・アートがこの絵を個人の所有者から手に入れて常設展示に加えている。 We can do i t j ハワード・ミラーによるポスター。現在、ロージーザリベッターとして知られる。このポスターは、元は労働者の意欲向上を目的に制作された。今日、ロージーザリベッターとして、おそらく最も有名な j ハワード・ミラー作のポスターは、第二次大戦中のアメリカではほとんど無名で、ロージーザリベッターとは常実のように、工場労働などに従事する、女性全般を指すものであった。 このポスターはもともと1942年にピッツバーグの作家 J. ハワード・ミラーによって制作された。ウェスチングハウス社の軍事物資生産調整委員会に雇われたミラーは戦争への協力を訴えるポスターのシリーズの一つとしてこれを制作した。ミラーはこのポスターのモデルとして UPI 通信社によって撮影されたミシガン州の若い女性の軍事品工場の労働者。 ジェラルディーンホフの写真を使ったとされる。しかし、より最近の資料では、その写真は、実際には、カリフォルニア州のネーバルエアステーションにアラメーダで撮られたナオミ・パーカーという人物の写真であるという。このポスターが作られた当時、ポスターは、ウェスティングハウス社の中西部の施設でその社員のみが、しかもわずか2週間の間掲示されただけであった。そのため、 このポスターは特別ロジーという名前と結びつけられることもなければ、もともとはウェスティングハウス社内のモチベーション工場が目的で、戦時中の自発的な工場就労を推奨するものでもなかった。それから40年近くもの間このポスターは忘れ去られていた後、1980年代の初頭になってミラーのポスターは再発見された。ポスターは フェミニズム運動と結びつき一躍有名になり、そうして特にこのポスターを指して、ロージーザリベッターとする誤解が広まった。ありがとうございます。